というわけで本日もポケモン対戦実況の方やっていこうと思います。まあ、ちなみに一旦休憩を挟んだんで寝たんでね、まあまあ元気に日を置いてポケモン対戦やってるんで、まあまあ元気に対戦できるかなと考えております。とりあえず月光が絶対ジャローダから来るんで、ボルトロッチから入って、月光がジャローダ、リザワイのどれか、ボルトロッチからハイリーの裏ルカリオ海流でいっかな。うん、対戦よろしくお願いします。最近悩みがありまして、この動画シリーズをいつ終わらせるかっていう、終わりが見えないじゃないですか、正直言って。この動画シリーズ、どのタイミングで終わらせようかなみたいな、もうしんどいんですよね。そのニコニコ動画と隣り合わせに、ニコニコ動画&ポケモンと隣り合わせに生きるっていうこの事実が、まあ、辛くて辛くて仕方がないというか、ボルトチェンジで結構が引っ込めた。あ、これスカーフ警戒か。相手偉いな、こうスカーフ警戒する人なんだ。えら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 のえら。まあ、別にカバルドンは出てきても問題ないですけどね。お盆型かな。草結び打ちます。ステルスロックから入ってほしい。ラスエンチは絶対メガ進化ポケモン、メガ進化ポケモンだと思うんですよね。どっちだろう、まあ、ルカリオか。ちょい足りてないあくび、これ眠らせていいのか。眠らせていいかな、ここ迷うな。でもここ生キルされたらさ、いやここ眠らせていいや、ボルトロさ眠らせます。メザパで、なんか一説によるとさ、9月13日になんかポケモンのレート対戦終わるから、それ以降はなんかポケモン動画上げれなくなるから、そこでさ、なんかうまく言い訳見つけて逃げようかなみたいな、そういう感じで考えてるんですけど、どうでしょうか。でルカリオ、まあ、ここは10万ボルトですね。あ、いや大丈夫大丈夫大丈夫。え、身代わりなんだこれ、身代わり、身代わり。え、ここ一回積まれてもさ、身代わり、インファ、いやインファは耐えるでしょ。起きろ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 。え、これ身代わり割れなかったら負けなんだけど。起きて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 、お願いお願いお願いよーし、オッケー、オッケーっつったけど、神モンスターかこれ。これ10万でよかったな。ボルトチェンジ打つ必要なかったですよね。ここルカリオ出します。ルカリオ出して、てか10万でよかったな。砂嵐切れるなら海流出しよかった。変なタク見ますよね。だってここボルトロスに下げます。でも相手多分真空が怖いと思うんですよ、ここだから身代わりは絶対、もしここ身代わり貼れたら僕の完全なプレミ。10万でよかったし、砂ターン数えてなかったら僕は悪いってことになっちゃう。よし、多分相手としてはなんかもう月光下で詰めるルードしかないと思うんですよね、自信。アイアンテール、これはもう B 下がっても関係ない。ルカリを殺して月光下くん、君スピードに自信があるみたいだけど、スピードに自信があるみたいだね。だけど届かない世界があるということ、いくら早かろうが届かない世界があるってことね、教えてやるよ。神通力、これメガネですかね。この感じ好き、神速。このさ相手の高速ポケモンをさ、ちょ見てて、ね、この神速で叩きのめしく感じ、マジで好き。わかりません、なんかこの気持ち、上から叩き潰すみたいな。これね、バレットパンチ打った方が、バレットパンチと神速って適応力補正のダメージの関係上、なんかバレットパンチの方がダメージ入るらしいんですけど、まあ、僕ちょっと最後かっこよく決めたいんでね、神速で。これで相手に1耐えられたら涙を流しながら DS を地面に叩きつけてるところでした。対戦ありがとうございました。サイカさん、対戦よろしくお願いします。これ、いや、ガブの方なんなんだこれ。カバルドンなんかバリバリバリ
バリーっていうかめっちゃ刺さってる気がするんですけど、ガブが8チャンキとかラムじゃなかったら、カバルドンめっちゃ刺さってないか。カバルドンからでいいんじゃないか。カバルドンから入って、カバルドン発作まで、全員殺せそうだけどな。カバルドンハッサム、海流で行こうと思います。対戦お願いします。クチート。このパーティーのクチートってなんか S に自信があるんですよね。なんかじゃれつく切ってるケースが多いって聞いたんだけどな。スピードに自信あり。アクリカル、クチートいるってことは絶対ガルーラいないから。てか S 勝ってんじゃねえかよ。今、カバルドンの方が先に砂起こし特製圧をしましたよね。牙持ってる可能性あるしな。ここは首やな。首から入ります。S は勝ってるっぽいんで、首何してくんの。畑落とす。うわバレるわ。畑なんだ。ラムの実。じゃれつく2発浮かんないから、じゃれつく2発打たなくてよかった、打たれなくてよかった。ここステルストロック、死に物狂いでステロマンから行きます。だからこんだけカバルドン HP やったら、ウルガウスの攻撃は何でも耐えるし、ボルトの攻撃も多分耐えるんで、ガブリアス、まあ、一番見解しなきゃいけないのはガブリアスがラムのみっていう展開かな。ここどうしようかな。ここ、このパーティーのガブリアスって大体何持ってんだ。ここ、ホエル打ちます。あぶねえ。このタイミング、剣舞は絶対ラムだろ。で、吠えるでよかったな。はい、吠えます。で、クチーと出てくる。ここは一発殴ってきそうだけどな。まあでも、自信とかあるわけでもないから、とりあえずあくび打って、でラスト多分絶対クレセリアか、まあ、最悪ボルトロスですね。じゃれつく。どういう振り方してんだこれ。まあ、ガブバックだと思うんだよな、ここ。ホエル打ちます。うん、絶対ガブバックだと思うから、捨てろ。この行為に意味があるのかって言われたら、まあ、微妙なところだけど。これで、クチート以外が出てきてくれたら、美味しいって言おうかとしたら、美味しい展開になりましたね。ここでクレセ引けたのは、マジででかいな。ここはあくびでいいはず。お疲れ。で、クレセを、ハッサムで、起点にしていきまーす。カワルドンだいぶ仕事してくれたな。三日月の前。勝ったでしょこれ。誰す、ハッサム無理じゃない。クシートでもガブリアスでもハッサム無理だと思うんだけど。あ、クシート再生すんのか。あ、クシートってこれ剣舞ばかり系飛ぶんかな。ちょダメ系していいっすか。クシートが剣舞ばかり系飛ぶのか知りたい。捨ての込みで乱数 50% ぐらいで死ぬらしいんで撃ちます。あの、牙がマジで怖すぎる。落ちたこれ。牙以外だったら何着ても一発。無理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 、じゃれつくはず。あれ？あ、やったなんでここ不意打ちあったんだ。これ勝ちじゃない。なんだ、ここの不意打ちの意図についてちょっと考察しよう。ここ僕ワンチャンさ、海竜が神速でクシート落としに行くじゃないですか。で、マルチスケール残ったまんまの状態と、ラムのガブリアスが対面したら、ガブ側が負ける可能性あると思ったから、これ神速に合わせてガブリアスを後出ししてくるケースはあると思ったんですよね。相手が勝手に深読みして。でもこっち側からすれば海竜が命の玉持ちだから、なんか別に、ここは相手がその行動をしてくる読みで、デューマイしてくるし、もう何言ってるか分かんねえな、もう勝ったからいいだろ。伝われ、うん。伝われ、この勝負勝ったからもういいだろ。あとは、神速連打で、終わりでーす。シュッ。よし。
しゃー、ガルーラ来たー。バロリー、ガルーラぶっ殺すの大好き。とボルトロス、カバルドン、ルカリオ。カバルドン、いや、ルカリオ出すのは絶対に確定で、ルカリオ出すならステルスロック巻き要因欲しくてカバルドンで、初手かなー。キノガッサカバルドンから、あ、キノガッサガルーラから来るならカバルドンから入ってきて、でも月光から来る可能性もあるんですよね。月光から来た時にカバルドンから入ってくとマジでリカバリー効かなくなるから、こうで、いや、ガルーラは出し負けなんだよな。だったらカバルドンから入るよかったってなるし、どういう型のガルーラなんだろう。あ、レイトビー持ちじゃないの、秘密の力かな。オッケーオッケーオッケー、まあ、カバルドンに出てくるガルーラだから、まあ、レイビーも、これ凍ったらマジで鼻クソなんだけど。とりあえず、セミタックル打たれなかったのはラッキーで、で、ボルトチェンジで多分これ多大なダメージが入るはず、D に加工補正かかってるから、これ急所はどうなんだろう。急所はどうなんだろうって感じだけど、ここはカバルドンだし、あ、アクギウツかどうかだな。でもアクギウって月光が出てきて、月光がラムだったらマジで鼻クソだから、ここは、いや、ここはステルスロックだな。ステロも行きます、ここ。ステロで。レイビー。まあ、レイビーはね、まあまあまあ耐えますよ、余裕を持って。大丈夫ちゃんと持ってるから。えらいアイテム。ステロ。で、ここはあくびか、ここは、いや、ここはあくびでいいや、ここはあくび打ちます。レイビー、これで凍ったらさ、マジで鼻クソじゃない、話にならないっていうか、岩石封じゃ、あー怖いあくびマジで怖い、あくび打つ、あくび連打でいいのかな。月光がラムだったらさ、いや、いっか、あくびで。あくび打ちましょう。ファイアロー。これ自慢の、ラムのみファイアローかな。だったらここでファイアローが、あ、トンボ返りか。トンボ返りかな。トンボ返りでもファイアロー打ってきたらさ、死ぬんだけど。岩石封じで。トンボ返り打ってきた。これ耐えないかな。無理。いや、無理かー。でもそのファイアローも死んだけど、ステログッサーなって。ステログッサーなって死んだけどいけてんのかな。迷いますね。ボルトロスから入ろう。ボルトロスから入るわ。あの、月光から持ち物を見たい。シンプルに。ここだって撃ってくるとしてもレイトビームでしょ。ここはボルトチェンジでいいかな。スカーフ警戒、いや、スカーフ警戒はしないはず。ガルーラの方が先に動いてたから。え、スカーフ警戒とかすんの？ガルーラの方が先に動いてたじゃん。ファイアロー池に捧げるのがまあ、普通っちゃ普通か。捨て身でこれ反動で死ぬんじゃないの？まあ、月光がの技次第か。かパーティー的に、ね、こういうパーティーに入ってる月光が僕、ラムの身持ちって相場が決まってるって聞いたんですけど、まあ、ガルーラもステロで死ぬんで、まあ、ここで引けなくなりましたね。猫捨て身、レイビー。また一個は地震の可能性あるから、ここで剣の前するってのは。いや、剣の前すべきかな。で、ガルーラに炎技がない場合、ここで剣の前したら、勝ちが確定になるんですよね。相手の月光がかな。相手はここ、鍵打ちとかで、姑息な手段を取ってくる可能性が。でも多分、神速2回でいけるはずだから、神速打ちます、ここ。あわよくば急所で死ぬみたいな。いやああ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 あ。ワードさん、対戦よろしくお願いします。てか、これカバルドン、マリルリ行ってみといて、バンドリー選出って来んのか。いや、とりあえず初手はレイジュボルトロスでいいや。あの、型破りドリューズ、ドリューズが初手に出てこない限りは、またボルトロスでどうにかなるはずなので、とりあえずボルトロスから入りの、どうしようかな。ボルトロス、で、裏に、ボルトの裏にハッサメかルカリを置きたいんですよね。どんなにどっち置くかな。ハッサメ置くんだったら、馬車が重くなるから、ラスト、海流かマリルリになるんですけど。
で、この、あれだよな、バシャーもビルドバトンを、ビルドバトンマンの可能性が、なくもないから、なんかカバルドンも仕込んどきたいっていう。たら、いやでもこれはバシャーも舐めすぎ問題じゃない？バシャーも、バシャーも舐め舐めの舐めじゃないか。いけてるか？バシャーも舐め舐めの舐めだし、ボーワンダも舐め舐めの舐め。舐め舐めの舐めだよな。いやでもこれは、これも結局、舐め舐めの舐めだしな。こやな。ジャローダは、まあ、とりあえずオッケー。ミラーコートが飛んでこない限りは。光の壁。いや、壁、リフレクター貼られちゃいました。でもここからだったら多分ボルトチェンリフレクター貼られたとしても、いや、いける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 。はい。ぬかりを、バレットで。はいはい、おい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 、え、ちょ待って、おいおいおいって感じなんですけど、これまずいってまずいって、これはおいおいおいって感じなんですけど、新速でシュッ、ルカリオ麻痺入れられたの、これめちゃ痛くない？まあ、壁ターンも稼げたって考えたら、いやダメだな。バシャーも、ここは、カバルドに速攻で作業。だここな、フレアドライブでいきなり殴ってくるってことないと思うんだよな。一回身代わりとか、ビルドアップとか、かそういうのをワンクッション挟んでくると思うんですよね。あ、剣舞か。これラムかな。あ、剣舞か。ラムですかね、これ。吠えます。いや、ここは吠えるでいいよな。膝。絶対ラムだよな、これ。ボマンだ。とりあえず光の壁が切れてくれないことには話にならないというか、そろそろ切れてくんない？あ、なくなった、オッケー。んで、身代わりされんのが一番最悪だから、てか俺普通に考えてこれ負けですよね。普通に考えて、あとバシャーモに詰められて、負けるよな、恩返し。守るない？え、これ守るない？バシャーモじゃん。え、なんでここ守らない理由ないでしょ。で、技こそ言うと、剣舞、バトン、壁前提みたいな。リフレックもなくなる。お膳立てしてくれてるぞ。フィールドは整った。フィールドは整った。加速しても、いくら加速しようと届かない世界があるってことを教えてやるぜ！うらっ！さようなら。対戦ありがとうございました。